フガジは1987年にワシントン DC で結成されたロックバンド。80年代後半から00年代前半にかけ活躍し、その音楽性、活動姿勢でシーンに大きな影響を与えた。フガジは1987年にワシントンの自主レーベルディスコードレコードのオーナーの一人であるヤンマッケイが中心となって結成された。名前の由来は ファクトアップ、ガットアンブッシュと、ジップとインから、ベトナム帰還兵の証言を集めたマーク・ベーカー編、ナム禁じられた戦場の記憶から取られた、ベトナム戦争時の因語である。フガジ結成期の活動については、ワシントンのハードコアパンク20年史ドキュメント、ダンス・オブ・デイズも在籍していた、ミッション・インポッシブルなど若い世代である。イアン・マッケイも、 弟アレックが在籍していたフェースの元メンバーと共にエンブレイスを結成してこれに加わるがフェース時代から続くメンバー間の確執は1986年春マッケイがジェフ・ネルソンと提携先の A サザンレコードを訪問している間に修復不能なまでに悪化していたサザンレコードのスタジオで音作りを試した録音の出来が気に入ったマッケイとネルソンは 再びバンドを組むことも検討するが、バンドの船下に懲りたマッケイは一人でじっくり人選することにし、ビーフイーターから紹介されたローディのジョーラリーと共に初めて担当するギターボーカルの練習を続ける。ドラムは当初コリンシアーズが練習に加わっていたが、ダグマスティが活動を再開したため、ライツオブスプリングからベースのメンバーチェンジを繰り返して、ワンラストウィッシュ。 ハッピー、ゴーリッキーとサウンドを変えたバンド活動を続けていたキャンティが呼ばれ、1987年9月3日の初ライブはこの3人での演奏となった。ハッピー、ゴーリッキーはニューヨークに引っ越したベーシストがワシントンに戻った時のみ活動するという状態で、ピチョ島も10月のライブで飛び入り参加したのを皮切りにローディーとして同行し、 ステージでのコーラスとダンスを担当するようになった。インディアナポリスで開催された2001年から、フガジのコンサートのためのハンドメイドのチケット、インディアナ州。1988年1月の初レコーディングは、インディフェンス・オブ・ヒューマンズのみが、ポジティブ・フォース・ DC 企画の、ステート・オブ・ザ・ユニオンコンピレーションに採用されたが、このデモテープのコピーは、バンド公認で流出した。 バークリーのギルマンストリートプロジェクトからの出演依頼を機に4月から初の全米ツアーワシントンに戻ってすぐ7ソングス EP を録音9月からのヨーロッパツアーの後 A サザンレコードで12月にマージンウォーカー EP を録音とレコードのリリースに先行してライブを中心とする活動を開始しているハッピーゴーリッキーの解散で正式に メンバーとなったピチョトウはこのツアーの後、ギターにも参加するようになる。最初のツアーから、物品販売なし、歌詞カードを配布し、モッシュ行為をいさめ、ダブ風のリズムセクションに合わせて、体を動かすことを勧めるというスタイルが取られ、モッシュするものだけをフロアに残したの客を全員、ステージに上げるなど、様々な伝説的ライブで知られる。ライブ会場の選択も、 公共スペースや美術館など、いわゆるライブハウス以外の場所を選び、入場料もできる限り低く抑えるという反、商業主義の方針を貫いた。ありがとうございます。